しこのキャラが DLC2 だったらこういう性能になってそうだよねみたいな妄想をよくされることが多いはずなんですよっていうのを今回全キャラ考えていこうと。横 B とか帽子投げて、はいはいはい、でその後踏めるんで帽子踏んでジャンプとかできるんで、うん、横 B にも攻撃安定つけて、うん、そこからコンボもいけるみたいなちょっとおもろそうだね。で帽子置いてたら相手は復帰できないからタイミングよく回避技とかを合わせるとさてラッシュ攻撃を入れることができるみたいな。相当 DLC2 っぽいね。ねえ独立予測ですよこれ。そうそうそう高速ビーこれフラッシュシフトほらおーすごいこれこれこれ DLC2 だキュンキュンキュン。はい、フォックス、フォックス、これもね原作全然わかんないんだよね。まあ原作にない動きしかスマブラでしてないですからね。でも十分ある程度強いからまあ確かに多少でいいと思う。あ、そうだね、うん、今までの中だと、まあ、それで言ったらヨッシー結構強くしすぎそれで言ったらヨッシー強くしすぎちょっと興奮した感じはある、まあ、サムスも強くしすぎてるからヨッシー現状で十分してるなのに強くしすぎてるからじゃあフォックスも強くするか、まあ、ちなみにヨッシーの強化幅って他のキャラよりはちっちゃかったよ、まあ、まあ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 、まあ、フォックス、スタホの最新作って何なんだろう。ゼロゼロです、ね、スタフォックスゼロっていうか普通になんか X の3連ブラ復活させるだけでも結構強い。確かにブラスターフォックスは歴史があるかスマブラの確かにリフレクターをスマブラのキャラにするか。そう一フレ発生全身無敵リフレクターをデラックスにしてリフをデラックスにしてLB を X にして空中で何回もこうあの着射力ずらせるっていうのも復活させて、はいうんうん、で意味不明にフォックスだけデラックスのこう絶空ができるっていうそれはいやそれは意味不明すぎ光のインガリスとかさ、うん、リンクのジャストパリティなんかさ、うん、なんか原作踏襲のそのキャラ独自仕様じゃん、うん、なんかフォックス一人だけ出てきたフォックスだからそれシステムを持ってきたみたいなてか普通にさリフ絶しただけでもさ、うん、多分ダウンして置き攻めの読み合いになりそう。あ、そうね、うん、今のあれでもなりそう、うん、今でもなりそう強すぎる。じゃあ確定ダウンのリフか。そうで、LB3 連ブラにしてそうね、あと影響をスマホにする、うん、そうね、そうそうそうだなんで忘れてたの崖に当たる崖に当てよ当たるし、キャラなんか最初で寿命で撃墜できるそうね余裕原作が売れなかったばっかり悲しいことにデラックス、X、スマホの強い部分を3つ持ってくるだけでも相当強いこいつはこれ最強だね、うん、スマブラだな、こいつだけこいつだけ、しょうがないこいつだけスマブラで歴史がスマブラなんだよガード横 B ガードさせすり抜けよ。確かに確かにそれはいいね、うんうん、じゃあその4つ。そうね、だから今までの作品のいろんな A 技 B 技のいいとこ取り頂点を、うん、で仕様は SP に合わせて見るので、うん、そのリフ絶でもうリフリフリフみたいな感じで、うん、ここは無理っていう、うん、ちゃんとおっきせみたいになると、うんただ SP ね、あーいいね、いいキャラだね、うん、いいキャラだってガーケンではないけどガーケンリフ普通に4フレでダウン展開強すぎると思いますね強い強い強いまあなんか想像ができるよね、フォックスだけそう他のキャラちょっと要所要所の調整次第だなって感じだけどフォックスだけ明確にどれくらいフレームの話してないからねピカチュウはいランクも一回もだと思うんですよ今の環境でどんな技を使われてるの。電気玉を持って、はい、自分の攻撃力を2倍にしてますよ。それポケモンってやるだけポケモンバトルデータベースがスッと入ってくるからほっぺスリスリあーまひらせるやつだ。ほっぺスリスリかほっぺスリスリしてまひ状態を作るかまひ状態作って電撃を当てたら相手をまひしますか確率でで機動力を2分の1にするはいはい、はい、スマホやもう永続で素早さがそう強すぎないずっと半分強すぎないえぐすぎるあまりにも普通にしびれさせるとかでよくない。しばらくあのテロさんの下スマクラップ、まあ、やっぱそれだけでも相当強いけどシンプルにちょいホールドスマッシュを確定するだけで十分、まあ、超強いね、うん、難しいな、なんか勝ちパターンのなんか露骨さがないというか。いやまあでも NB がしびれる時点で勝ちパターンは結構あると思う。まあそうか、もう投げ込んでね、うん、50とか頑張ったら取れるし、うん、であと上 B を64仕様にしとけば防御面はマジで強いと思うし NB 電磁波にして中距離だけだとさ遠距離が弱くなるから、はいはい、だから逆に弱くなる可能性もあって確かに、ね、遠距離あ違う、もう電撃がピカチュウってあの電撃が当たったらしびれる。ああ だったらパラライト30% ぐらいやらかしてマヒルとか
会心の一撃みたいなシステムにしますか。吸収もあったね。電気を使うあの技全般と、まあ、強くはなるね。そのピカチュウに対する接触のたびに、うん、そう、静電気、そう、やばいな、接触のためにはやばすぎる、接触のためにはやばすぎるって、NB 滑らさせて、上 B 無敵にして、あとは横 B をなんか処理すれば。そう、エネミーが痺れてくれる時点でシールドしなきゃいけないから掴んでなんか撃墜とかもできそうだし、ダッシュ掴み普通のキャラにするだけでも結構確かにな、それもしとくか、遅いんだよダッシュ掴み、普通にしとくか、普通にここ調整班みたいな感じでステータスを維持か。わかりました、ピカチュウも強くなりました。はい、え、横 B はどうするの。横 B、 あ、まあ電磁波でしょ、電磁波、電磁波、電磁波はどういう性能にしますか。確かにどういう性能、まあ、割と中距離ぐらい、まあに打ってヒットしたら麻痺、麻痺めっちゃ落ちやん、すごい雑やな。ルイージの、まあ、作品、ルイージマンションとかって最近でしたっけ。まあ、リンピア3は、まあ、リメイクが、え、3はあってんね、そうだね、まあ、4年前、まあいいんじゃない、4年ぐらい前です、うん、ライトの残量とかだったルイージむずいな、残量ある B 技が結構全部、それはそれで役割があるから、NB は強いよね、ファイアボール、うん、ファイアボールはそのままでやって、横 B もなんだかんだ復帰ですね、ライト積むから、そう、積むから、下 B の性能をスマホにすれば、復帰もできるんじゃないですか。まあ、そうね、なるほど。てか、スマホにした時点で復帰としても強くなるし、上に下に、そう、メテオもあれば、オバケもライトついてる。お、なんだこれ、なんだこれ、スラブ、スラブ、お化けを吸い込みながら豪快に床に倒す。おお、え、じゃあこれ横 B をお化けムで吸い込む感じにして、うん、相手こんな感じで叩きつけたりするのありかもしれない。中距離技も、そう、中距離技の続いて中盤ショット。おお、なるほど、これ空中グラップか、空中グラップ、あ、これは空中グラップか、空中グラップだな。いや、横 B のなんか派生でなんか空中から地面に空気を噴射、勢いよくジャンプ、復帰技、復帰技じゃん、上B じゃん、あの衝撃感があるんだ、探索でも大活躍。でも上B普通にルイージの上B強いから、そして、まあ、そうね、とっておきの新機能、プルプルの相棒、これなんか気持ち悪い、ルイージにできないことはグーイージにお任せ、やば、強いこいつ、仕掛けだらけのホテルを、これはダメだ、一緒に探索、いや下 B でチェンジか、こいつのあいつに無理だろ、グイージできないことはグイージができない切り替えてこんな可能性ない切り替えてこんな可能性ない、ほら下ビグイージにチェンジ、グイージだろ、グイージになって何すんの、同じじゃんやること、ルイージと切り替えることで操作が可能、皆まで言うな、さっきあったけどな、攻撃食らわないみたいな、あったじゃあルイージの投げ込んで1ストック取って、グイージにチェンジしてタイムアップか、そんなの役割量下見これにしたらさ、下見これにしたらあれなくなるでしょ、サイクロはなくなる、ああ確かに、まあでも仕方ないよな、要素入れるの、まあグイージ使えるんだったらいいんじゃない使いたがってるのここしかいねえよ、マジでグイージなんだろう、何そんなにグイージが駆り立てるんだ、グイージマジ何してくれるんだよ、グイージがいけないところしか、そしてとっておきの新機能、プルプルの相棒、こんだけ言ってない、え、でもルイージそのままいるんだね、金網を通り抜けたり、あ、じゃあルイージをそのまま置いて下 B でグイージだけ操作するみたいなのおもろいかもね、確かに、で、ダメージ食らわないさ、キャラを操作できるみたいな、ちょっとおもろいかも、本体狙われたら無防備だけどみたいな、じゃあ復帰阻止の時だけ勢いよくグイージ出してグイージが復帰阻止しに来るみたいな、え、じゃあもうずっとグイージで、いやだからルイージがいるんだよ今の見てると、だからルイージはいるの、あ、そこら辺にいるの、そう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 、だから多分グイージが戦ってるけど、ルイージ本体には攻撃できる、ラジコン方式、ラジコン方式で復帰阻止とか、だからグイージだけに行かせれば事故る様子なく、あ、そういうこと、復帰阻止できる、で相手が崖掴んだらルイージに、あ、そう、戻って、そう、アシストフィギュアを操作できるみたい、はい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 、ルイージは復帰できるか、それ、いやだから横 B を、うん、さっきのあのスラブ、なるほど、お化けをピュッワイヤー、なるほど、ワイヤー、グイージ以外の記憶全部なくなる、なんかグイージめっちゃハマってない、つもに、復帰でも横 B ワイヤーだけで足りるかな、いやまあ多少弱くてもいいんじゃない。
そこは、まあ、いいか、まあ、他が多分強いでしょう、うん、グイジが立ち回りで結構強くしてくれそうだし、そもそも横 B が強いよね、絶対にニュートラルで触れるこのガーフの、しかも追撃もガーフの、実際に外で相手つかんだらあのベルトの上に押すと下か下なんだだからグイジにして復帰阻止でグイジで横 B すればめちゃくちゃだよ、いやいいいいすごいね完璧だ復帰は若干ワイヤーで強化しつつも強すぎない、うん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 、強いでしょ、大丈夫、これリージマンション3からこんな要素いっぱい拾ってこれるとは素晴らしい、いいいいいい、うん、次ネス、ネスいきますか。ネスは何ですかこの人は、まあ、この人はこの人は本来原作だと使えない超能力をいっぱい使ってるよね、無理やり覚えさせられているとい う, もうすでになんか DLC っぽい、なるほど、スマブラじゃあ破綻してるわけだねじゃあ破綻してるんだけどそう、まあまあ映像見れば俺全部割り出すから大丈夫ここからよ、また熱いほら、おあ、チャイの自転車乗る、自転車もあります。自転車もあります。走行モーションで、カズイって走り出す。まずそれで走行ランキングを4位ぐらいにしよう。早っ。しかも、いやなんか街歩いてるだけなんだけど。練り歩いてるだけだな。いやでも戦闘シーンが。マジか。戦闘シーンがない。翔吾さんどうですか。ヒロミそうですか。今のところだし走行が早くなる。スイッチオンだ。それしかなかった。まずはそのぶっ壊れアイテムを。ペンシルロケットってのも、ペンシルロケットがさ、あれか、ウィドウブ、あれじゃね、アシストフィギュア、アシストフィギュア、ジェフがいっぱい飛ばすやつ、来た、来た、あれ、ちょっと待って、ペンシルロケットってもとか二重とか全部の種類含めてよね、ということでペンシルロケットの紹介なんだが、これもジェフ専用アイテムだな、あー、やっぱりラジコン方式で。ジェフをするか。おい、やばい。ジェフ、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 で、意味不明に波長光に打ち分けか波長光の勝利やいいな、なんか超能力少年から一気にね、スーパーマン武装少年に乱暴になるんですよね、ニキータじゃん、たぶん急に現代化悪化ファンタジーから急にエルビーをスーパーバズーカにして、下ビーをペンシルロケット、でも下ビーサイマグラグですよ、サイマグも相当強くない、地上だとペンシルロケットでしょ、空中はサイマグラグ、だって空中でしか捕まんだろ、サイマグラって基本、いや確かに地上と空中で技の性能が変わるのはね、 DLC 仕草、そう DLC 仕草ですよ、はい、あの近距離が相当おまけになってるよね、まあ、強いて言うなら復帰がちょっと相変わらず変わらないぐらいだねまあでもいっか、復帰は他強くしてれば、うん、そうね、うん、弱点は残しとこう、そういや DLC2 仕草ですよこれも、そうだな復帰がもろいよとか、復帰がもろいよと、あとスマッシュ機能つけるぐらいか、いう回心にしていきます。ああ確かに回心あってもいいかも。回心スマッシュっていうなんかあの相手に攻撃するときに確率、まあ、急所の一撃みたいな発生するんだよ。じゃあそれもいるよ。下スマとか上スマで回心にしていく。やだよ。スマッシュ。じゃあたまに崖上がりがりのヨーヨーで回心の一撃。あそう。ちゃんと演出も入って専用です。スマッシュ。頭文字で。青ズームでね。えでも冷静に考えて。あのヨーヨーとかじゃない今もうバズーカとか斜め下に打てるじゃん、確かに8丁通りに数に打ちようヨーヨー食らってる方はもうそいつが悪いよ、そうですバズーカを運よくかいくぐれた時に崖掴まれるわけじゃん、うん、その後はヨーヨーで、うん、まあ運営すればいい、
いや超怖い。キャプテンファルコン。いやー、来ましたね。原作何よ。とりあえず、ファルコンパンチは消そう。マジか。そう、アニメに。いや、でもアニメでそう逆輸入されたんだよ。スマブラからアニメに逆輸入されたファルコンパンチ。なるほど、偉大だな、しかも、これもやっぱラスボスに使われた最後のシーン。そう。ファルコンパンチが使われている。だから、発生を早くしよう。64にしよう。あー、そういうこと。コンボから繋がるようにしたら超すごい。あー、空したファルコンパンチ。そう、空したファルコンパンチ。バーン、ファルコンパンチ。膝より強そう。膝より飛んでくれれば受けるよな。当たんのかい。普通になんか空運びしながら最後ファルコンパンチで当たってしまう。確かに確かに確かに。てかファルコンも原作がほぼほぼないので、今までのスマブラの歴史から取ってくれば相当強くなる。確かに上妻も初代でしょ。上妻64にすればあれ何フレだっけ。4フレとかですよね、うん、なんか肩だっけ。肩しかも硬直が超あって何でも繋がるっていう。なんならそこからファルコンパンチ繋がるの面白い。へぇ、横妻は当然エルボンにして、でステップもスマホみたいにして、うん、で、ちゃんと X の SE を。X から得られるもんはないから。X は、脱出すると、やばい、チャカチャカなるけど、チャカチャカなったりして、めっちゃ良かった。愉快なゲームを楽しむために、X からそこだけ。で、膝の範囲をデラックスにして、で、クーエルもデラックスまでしたら、うん、相当強い。強っ。まあ、横 B も4か。基礎フットバッシュはなんかゴミカスにして、序盤はコンボできるようにして、でなんか火だめ補正によってありえん伏線が伸びるみたいな。最低50%ぐらいで撃ち。そう。コンボの締めで最後ファルコンパンチで激戦演出が出ると、うん、これも上位部さんもにっこりですから、うん、にっこりですね。主題歌は流すか、主題歌にも分かるリザルトでファルコンパンチで倒したところで主題歌流すか、主題歌のリザルトでそうジョーカー の切り札で倒したところで特殊演出みたいな感じで、僕の道の木はどうやらお前と私になりそうだって言うんでしょ、これリザルトでキャプテンファルコン、物語はファルコンになれる。ユースザ、今日から君がキャプテンファルコン。今日から君がキャプテンファルコン。私は知らん。ヘルメットも外れます。ファルコンパンチ。ファルコンパンチって原作全くないか。ないよ。そっか、原作64のスマブラなのよ。あ、そっか。で、これで逆輸入されてる。なるほどね。そもそもレーサーですから、ね、そう、レースゲームだからさ。アニメでなんか出てきたっていう、いきなり。なるほど。ファルコンパンチが人気すぎて。はいはいはい。受けんなこれ、うん、これ流すか、リザルトで。面白いな。ファルコンパンチしても確定演出の時だけいきなりなんかスローモーションになって、あの音楽流れて、よし、かざけるいや、うざすぎる。今日から君がキャプテンファルコンだ。うざすぎる。そのままリザルトで見てる。そのままファルコンパンチ当てて、ピキーンってなってリザルト、この画面。いやでもキャプテンファルコンの要素もあっていいと思います。これだってね、スマブラからアニメ、アニメからスマブラのコール&レスポンス。美しい。でもかがり火のトップペイトでこれ流れやすい。大でっかいスクリーン、いきなりファルコンが上沢とか決めて、クメクメって来るか来るかって、ファルコン取るうわーって。どうでもいいしよな、これ。いや、やっぱでもキャプテンファルコンってそういうところが愛されてるところありますから。まあそうだね、そういうところある。やっぱファルコンって言えばファルコンパンチ当ててほしいよな。うん。じゃあ64キャラで言うと最後、プリン。はい。プリン。はい。プリンは弱くあれとして、まあまず上投げがベクトル変更されなかったら、デスロール。お前、まあ、無限硬直編だよ。そう、うん、変だよ。まず上投げから眠るつながるだけで、うん、相当高い、まあ相当強い、相当強い、うん、現時点でさ、別に本当ボトムティアとかじゃもはやない、うん、もうないね。いやでもいいっすよ、なんかいろんな空前持続とか弱とかから投げがつながりやすくなってるんですよ。、うん、プリンはこの作特に。ああ、なるほど、デラックスとはですね。でからの
眠ると一応対戦環境見ていい意味不明にねやっぱ歌うが使われてるの、歌うは今でも十分強いステルスロックジャイロボールなんかあれね汎用ポケモンみたいな飛び道具かこれジャイロボールは自分がジャイロボールとなることジャイロ回転してぶつかる自分がボールとなること今日から君がジャイロボールかそう自分かそうですね転がるをジャイロボールとしようなるほどねで、あの速度スマホの足速いキャラにほど威力が上がるソニックには威力120で入ってザオガエには威力20ぐらいで入るそうなんだそんな効果があるそうジャイロボールは足速いやついいね、面白い、ね、まあ結局相手のね最大力150だから150、うん、相当飛ぶよだって一発で150にしよう、うん、でソニック転がるみたいにためモーションないからソニックみたいに多分下火みたいにシュンそうそうねだから下火横火ためてるところに俺はジャイロボールだっつって当たったら、だから俺が多分ソニック死ぬね150ねすごいこれ結構いい感じでやっぱ相手が機動力あるとそうだねそうだねつらいからそうだねそうだねジャイロボールが機能して相手が遅かったら復帰するやつは多分機能するからすごいねなんかメタ技やとしてねしかも転がるみたいにためないからジャイロボールはなんかソニックの下みたいにチュンってすぐもう単純にそれとしても強い、うん、なるほどねソニックプリンって本当にしんどいからなプリン側革命だよこれジャイロボールジャイロボールって当たれば倒せ 50% とかでソニック消しとんなんだけどみたいな仮想敵がスティーブからソニックになってるぐらいはきついんだね一瞬解決ですね、うん、でフォックスとかにも超強くなるかもしれないただでさえ復帰させますよねえ意外にだからいい調整かもねジャイロボール1個だけ対決したすごすぎるジャイロボールさまさますぎるだろうだって復帰でジャイロボール打つだけでも結構怖いでしょまあね復帰阻止しに行ったら死ぬみたいな、まあ、対戦関係転がるのは全くまあないわけですからねない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 ね威力150を額面通りに捉えてた本当に人はもう思った、まあ、ちょうどちょっとスナブラっぽい、うん、パーセントでちょうどね額面通りにそのまま150ですよ150食らったら終わってんだよであとは上投げ眠るが入ると、はいうん、これで、まあ、でデグエンしたら入らないっていうなんか微妙な調整、ね、ちゃんとした調整64キャラが終わりました、はいはい、2時間経ってすごい、はい、2時間も経ったいやもう夢を語るだけで面白い楽しいこれ多分ね動画ねシリーズ化してずっと出すなんか定期的に集まって出してる感じにしようと思う、うんうん、そっちがいいと思います64キャラで前編後編になるこれ多分、うん、そのレベルだかもな原作当初の流れを生んでからはもう全部いける気がしてきたわ、うん、いけるっしょだって映像見りゃいいんだもんねそう全部出てるこれウォッチパーティー企画仲間